富安、この前チェスカ時代のホンダみたいに幽閉されることありますか？怖いです。あれもね、いや、でもこれ幽閉って言い方がね、ちょっとなんかクラブめっちゃ悪者してるというか、もともとね、その契約でその給料でね、やっちゃったわけだからね。契約を保護したい方を、なんかね、やっぱどうしてもクラブってこう実態がないじゃないですか。クラブっていうその会社みたいな。で、人っていうのは誰のことかこう顔見えてるでしょ、ちゃんと。どうしてもそっちの肩持っちゃうから幽閉って言い方なんだけど、そもそもその契約したよねっていうのがあるから、だから、ね、ケインが外行きたい、ホンダが外行きたいって言ったら、それを応援したくなる気持ちは当然僕もあるんですけど、その言い方するとクラブばっかあるものになってかわいそうだなっていうふうにいつも思うんですよね。リバプールの YouTube のコメなんで、南の匠のコメント多いんですけど、そんな人気なんですかね。数字は残せてない気がします。人柄ですかね。まあね、コメ欄に多いから人気だっていうふうに言っていいかわかんないですけど、あと日本人の人がね、コメントしてとかも、当然あるでしょうし、嬉しいニュースではありますよね、日本人からしたら。久保選手のような即興的な想像力溢れる選手は何をするかわからない。内閣か言いづらいですか。そんなことないと思うんですよ。久保はどっちかっていうとリズムじゃないですかね。想像力っていうか、なんでしょうね。久保が使われにくいのは、想像力とかよりも、守備の強度と量だと思いますね。すごく頭が良くて、質の高い守備をできるんですよ。この間日本代表戦で言ったみたいに、どっちのコースを切りながら行くとか、どう寄せるとか。ただ、その守備を、運動量を保ちながら、試合終盤まで強度高くできるってタイプじゃないから、ってなると、監督からしたら、その、ね、得点を取るよりもまず失点を防ぎたいっていう人が多いんで、久保を使わないっていう風になる思考の人もいるんでしょうね。だからこういう風に何か使われない理由を探すんだったら、このちゃんとピッチ上で起きることをね、探すんだったらそういう風にプレスバックが何回か遅れる瞬間があるとか、フロントエリアを何回か抑えられない瞬間があるってところなんだけど、これも強いて言うならで、なんか久保よりできてない選手は本当たくさんいるんですよね。で、想像力あふれるっていうのは、これはなんですかね、相手の逆をついたドリブルができるとか、相手の逆をついたパスをちゃんと味方が走り込むタイミングに合わせて出せるとか、そういう見てて楽しいプレーができるから想像力溢れてるっていう表現されるだけで、合わせにくいプレーをしてるかっていうと全然そういうことなくて、むしろ人に合わせてますね。今、チームにとって何が必要かっていうので、2列目の選手だけど降りてきたりとか、右サイドのハーフバイタル、ここ取る選手だけどこっち取ったりとかもするじゃないですか。むしろ合わせやすい選手だと思います。そういうところに関してはむしろ久保の良さだと思ってて、で、久保は、ボールを離すタイミングを、オンザボールの能力高いから、溜め作ったりとか簡単に叩いたりってどっちもできるから、周りのプレイリズムに合わせてボール出したり、出さなかったりできるから、攻撃面に関してはめっちゃ使いやすい選手だと思いますね。むしろ守備の、本当に分かりやすく体ぶつけてほしいとことか、そういうところだと思います。